ほら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 、もうもうほら、あー一気にやられてよ。でもだ、でも大丈夫、まだ数が多い。いいね、巻き添えで。待って、やばい、クソ上。あれ画家こんなやばかったっけ。どうも皆さんこんばんは、じゃあそちらです。タブス続きをやっていきましょう。残りのマップが 1,2,3,4,5 と6ですね。いや7ですね、 7マップやっていきましょう。もうこれさ、行き止まりやしさ、落ちたら危ないしみたいな、もうマジ不利だよね。俺が操作しないと多分勝てんやろ。死神もおるし。これまず安定で、じゃあ、あ、これね、剣のやつ、これ使いたかった、剣のやつで。ここのやつは、いや弓矢かよ、やばい。じゃあ遠距離でやるしかないから、こっちも弓矢使うしかないな。長距離弓矢があるけ、これでいこう。あ、マジか、マジか。あ、じゃあこれでいこう、これ一体でいきます。いいですか、相手が来る前に倒していく戦法。当たるかな、この距離。当たり、当たり、当たるよ、うまくね。やばい、あいつが来た、死神が強いんだよ。死神が来る前に倒さんと。押した、倒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 した。死神刺さるようにか分からんな、これ。よーし、倒した、倒した。で、あと奥の放物線を描かして、こんぐらいかな。よし、死んだ、死んだ。おもれ、これ6500使わせてくれるならもうこいつ使えるけんね。これ5000しか使えんから、あのさっき今の弓矢は使えないと。あ、言うてよ、言うてよ、この普通の弓矢に応援団を散らばれば、もう最強の弓矢になるわけですよ。340、中途半端やな。スネークヘルとか、いった。ちょっと待って、これ届くんかい、速攻やられるやん。あ、ゼウスでいいや、ゼウス、違う、ゼウス当たらん、エイムおかしい、なんか。なんだろう、おかしい、おお、ほら目が届く、危ない危ない、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、押しだ、押し出し、押し出し、どっこいどっこいよ。あそこ当たらんのかい。いや、ちょっと一回下がろう、下がったらあの意味は、待って、俺が下がったらあいつ死んでしまう。やばいやばい、こっち行こう、もうこっちからやるしかない。速攻出た瞬間にやる。いいぞいいぞ、待って、やばい、当たらんだけど、当たらんだけど、どうしたらいい、どこに当たらいいの。こう FPS、 あ、死んだ、もう一回やり直し。 FPS 視点でいくわ、ちょっと次はどうやって C? ほら、難しい、当たらんのよこれ。一回下がる、下がる、下がる、一回下がる、一回下がる。お前を押し出して、一回押し出して、下がって、下がったら弓矢のやつ来るやろ。もう街で行こう、街で、弓矢のやつ届けようて、こっちに。オッケー、俺らここ下がったら、ほら、あの弓矢裏行くわよ、裏から回ってくようとしちゃうん。でこいつが当たる、当たるでしょ。いや、当たらんようなと、なんかズルできないとこ、お前らがズルやん。痛い痛い痛い、さあさあ下がる、さあ下がる、体力ない、体力ない、弓矢来た、オッケーオッケー、裏から来い、裏から来い、俺動かんぞ、届いてない、そもそも。あ、なるほど、放物線を出して当たるの。あ、いた、勝った、危ねえ。あ、これはね、瞬発力のあるキャラでいけば問題ない。ってか、バルキリーやろ。これはバルキリーやろ。バルキリー、バルキリー、バルキリー。これ勝てるわ。自動でいい、自動で。ほら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 。みんなもう頭おかしくないやろ。あ、どこ行った、バルキリーみたいな感じで、ほら、もうぐちゃぐちゃやん。弱い、え、なんでこんなクソ弱いん。おい、一瞬で終わったわ。次。これ何、え、こいつ何、あー、あの、あれや。ヴァンパイアみたいなのが飛ばすやつよ。4500。ちょ、なんかさ、タブスらしい勝ち方しようか。4500もあるんでしょ。だったら私は、スナイパー使わせていただきます。高いところとかね。もう、ここの細いとこ通ったら終わりよ。味方にも当たるんけ。さあ、来い。
いいね、飛んでいけよもう。スナイパー強え、やっぱり。いけるいけるいける、普通に強え、やっぱいいな、この勝ち方、相性よかったわ。あとこいつ引っかかってます。うわべ、何人か同時に死んだ。あー、こいつが俺、ヴァンパイアが一人。あれ、これ落ちんのやね、というか上のやつ勝ったけど、とりあえず落ちなくなっとんや、自動で。高いところはお前らもう上からやってくれやろ。あ、どうしようかな、自動で勝とうか。じゃあバルキリー当たらんね、やっぱり。あ、いいね、上のやつまず粉砕させて。バルキリー強いね、弓矢には。確かにバルキリーは良かったか、相性ってのがあるからね。あ、クマさんが俺でも、あ、負けるやんこれ。あ、負けるやん、負けた。クマさん強えな、もっと密集させん。速攻攻撃、速攻魔法。いや、クマさんを同時に戦ってほしい。あ、でもいいよ、この3人が同時連携がいい。オッケーオッケーオッケー、これは勝てる。あの連携力っていうか、密集してればしてるほど強いよね、バルキリーって。これ勝ったでしょ、あと1体ラスト。オッケー、素晴らしい。なんかすごいな、ドームみたいな。こいつは飛んでくるやつ、これな、ぶんな、あ、クマさん俺6500。あ、ちょっとやってみようか、6500ならば。あ、飛んでくるんか、バレキリーでしょそれは。もうオッケー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 よ、みんな密集したね、密集して、集合集合集合。え、クマさん多い、これ負けるわ、これ勝てんかも、さすがに。みんなで行けばワンチャン。あ、いいね、クマに攻撃させる隙を与えちゃいけんのよ、一発が強い。クマ、クマが一発バレキリーになったらそれでも死んでしまうよ。頑張れ頑張れ、うわ、やばいやばい、2対3。先手を取れば、先手を取れば、クマの攻撃食らうな。いけるぞいけるぞ、ギリいけるか。シュン、スローモーションでご覧ください、シュン、素晴らしい。さあラスト、めちゃくちゃ槍飛ばすやつ、弓矢軍団。あと弓矢こっちで、このね、侍はね、俺がね、弓矢出しても弾くんだよ。侍ってそういう能力あって、さらに攻撃力もなかなかある。連射力そんなないからパスでいきましょう。絵の具って結構ね、地味にね、強かったと思うよ。パン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 もうほら、あー一気にやられてよやばいやばいやばい。でもだ、でも大丈夫、まだ数が多い。いいね、いよいよこの爆発、巻き添えで、巻き添えで、待って、やばい、クソ上あれ画家こんなやばかったっけ。いや全然ダメや、この弓矢が強いな、やっぱり。あ、負けた、断然負けた。怖っ、なんかプレイしよう、俺めがけて攻撃しよう。スナイパーかな、スナイパーかな、うん。第一兵隊、トン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 で、第二兵隊ここにやっとって、第三兵隊。オッケー、あ、そっか、橋くんか。あ、しかもやべえ、お前距離長くね、待って、俺もパクるわ相手から学べ。あった、これや、1500やろ。で俺はさらに、お前ら強え、応援団付き、応援団付き、応援団付きの、もうやばいやばい、見ろほら、見ろほら、ほら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 、もう何もできんやろお前ら、ほら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 、動いよほら、もう指クリックだけで勝てる、これ気持ち悪い。ほら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 、最後はこれ、ラストこれで終わる嘘、え、もう全部終わったよねこれ。ほら全クリ、一応今で撮るストーリー的な全クリやけど、何これ、205デイズなんだろうとかある、何これ。え、どうする、これやっていくじゃん次から。ちょっとだけ見てみようか、これ205デイズってやつやろうか。じゃあ新企画始まったな。まずじゃあ1試合だけやって終わりましょう今回は。さあ、あー、しかもなんか、あれや、ちゃんとタブスらしい。
これが多分っすよ。この低コストで超これに合わせて勝つみたいな。これ何これ？キッズよね。なんかキッズムキムキじゃない？あとこっちのキッズは？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。あ、こっちの方がキッズいっぱいやん。人数こっちの方が多くね。ほら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 。なんかあれ初心に帰った気分やね。あ、まあ1日目やけね。ワンやからまあそんだけ弱いわ。あ、なんかごちくねこのキッズ。やっぱり。え、相当地味なんやけど。いやまあまあ一番最初なんで。うん。一番最初、待って待って、うぜえ。もう押せ、お前ら。もう750やろ？もうこれでいいよ。今キッズも一応置いといて。これでいいよ。うれ。外すな、お前は。一発目。あれあれ。あれ、プシュ。あれ、外すな、じゃあ、お前。俺がやる。FPS してんで。プシュ。あ、外した。待って、難しい。うれ。難しいね。なかなかだな。うれ。よしよし。え、攻撃力弱。うれ。あれ、味方ごめん。プシュ。よしよし。え、こんなに弱かったっけ、こいつ。プシュ。まあ、ごめん。やっぱ俺、味方、1000番しよう。下がりながら、プシッ、よしよ。下がりながら、うん、プシッ、オッケー、一発それ、それが欲しかった。一気にたくさんのやつやるやつ。はい、ちゅうわけで、こんな感じのね、ほのぼのから多分始まっていくと思うんで、まあ、2日目、3日目っていうか、どんどんレベルが上がっていくやつですね。次回やっていきますので、お楽しみに。そんじゃまた、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは、また明日、バイバイ。